おはようございます。毎日放送のアルミタです。お願いします。お願いします。今日キャンプの YouTube 撮影されるということで、はい、ちょっと密着させていただきます。何にも起こらへんで。マジで何にも起こらへんで。ほんまに。芸人じゃないからもう。ほんまにキャンプやってるただのおじさんやと思っていただいた方が。薬とも笑うとこないで、ほんまに。マジで。今若干噛んだとこが一番のピークぐらいやと思う。チェアワンっていうのが有名なんですけど、すごく濃いです。夏にはもって濃いのタープですね。いつからキャンプ始められたんですか？4年ぐらい前かな。まあちょっと時間ができたもんで、なのでキャンプ用の車。そうですね、大体いつもこの車で、はい、このゴードンミラーって書いてないけど、このゴードンミラーっていうところがハイエースをカスタムして売ってる車で、だからなんか中がちょっとこう板張りになったりとかして、こう車中泊しやすかったりとか、はい、なんかこうキャンプに使いやすい感じになってるっていうハイエース。天井もそう、上も木張ってて、これ天然木なんですよ、うん、天然の木なんですよ。こう本当の木やから、だんだんこの経年変化でいろいろ味が出てくるっていう。ワックス塗ってたまに手入れしてやって、だんだんこう味を出していくみたいな。第二豆なん、そういうのはすんのよね、はい、そういうのはすんのよねってなんやねんまあそうです、こういう趣味とかに関しては割と豆というかズボラではないっていう。じゃあそろそろ行きますか。もう極力もう休みになったらキャンプ行ってますね今は。ひどい時で月6回行ったことがあって、その時が一番多かったかな。でも今はまあ月2ぐらい行けたらええかなぐらいの。ほんまはもう週1とか行きたいんだけど。キャンプの魅力って何ですか？結局俺外で飯食ったり飲んだりするのが好きなんですよ。カフェとか行ってもテラス席やったら絶対テラス席行くんですよ。気持ちよくない？単純に外でご飯食べたりするの。まあ、今日とか冬なんでキャンプしんどくないのかなと思った。いやこれがね、またこの冬が冬で、冬の方がキャンプいいんですよ。皆さん大体こうキャンプって夏のイメージだと思うけど、もう昨今夏暑すぎるし、あとまあ虫も出るしってなったら、冬はしっかりとした服を着て焚き火してれば全然寒くないし、焚き火がまたキャンプの醍醐味でもあるから、外で飯食うのと焚き火、これです。焚き火はもうね、癒されるという言葉だけではちょっともう何なんこれっていう、なんでこんなもの燃やしてんの楽しいのっていう。あのカメラとかも好きで、でキャンプ好きで、それ撮ったら YouTube に上げれる、このなんか全部の趣味がつながるというか、キャンプはほんまに良かった。これ見つけてマジで良かったと思ってる。48でその楽しすぎる趣味を見つけて、すごいまっしぐらだなって。ちょっと何になるの？一生独身にまっしぐらってこと？いや、でこれでもそう、裏を返せばキャンプの趣味ってすごいファミリー感あるやんとか、家族でお父さんが子供たちをキャンプ連れていくみたいな、その感じもあるでしょとか。ゆでる前キャンプ場着きましたよ。あ、ここね、ホーリーウッズキャンプ場っていう、都内から近くって、今はこの時期やから葉が落ちてるけど、夏とかすごい生い茂っててすごい綺麗。撮影機材です。何台で撮影してるんですか？これがメインのカメラで、これとこれがインサート用。インサート用？そう。こっち富士のカメラの方がなんかちょっと味ある感じのなんか映像を撮れるから、これでなんかこういうこの辺のなんかこう自然の綺麗な感じとかを撮ったりとか、なんか焚き火の綺麗な感じ撮ったりとかで、なんとなく分けてます。
なんか場面転換の時に挟み込んだりとか、あまりにも動きないなっていう時に挟んだりとか、なんか使えるような時に。この日がパッてつく瞬間、魔法使いみたいやろ、思ってるやろ。女子とかとキャンプ来てこれやると、魔法使いみたいって言われるから、そうだんだんこうやってねついてくるんですよ、日が。綺麗な映像とか挟んどかんと間が持たへんの分かるでしょ。だから極力なんか焚き火をきれいに撮ったりとか、自然きれいに撮ったりとか、料理をうまそうに撮る、それをやらないと。なんせ出演者がおじさん一人だけなんで。一人大変っすね。そやで、スタッフがいたらめっちゃ楽やろなと思う。でこの着いた日を見ながらこのいっぱい行くっていうね。キャンプしてる中で一番好きな時間ってどの時間？焚き火いじってる時かな。やっぱ面倒なことが楽しいというか、焚き火しながらちょっとお酒飲んでみたいな、ただそれだけのことなんですけど、たまらんのですよね。編集もご自身でされてるんですよね。編集自分でしてますね。編集が一番楽しいですね。これはなんか Vlog みたいな動画で、バーって日々なんか撮りためたやつの動画なんですけど、はい、もうコメントになんかハートマークとかつけるのも全部自分でやってるし、自分で撮って自分で編集して自分で上げるまで誰の手も加わらず。お湯が沸くのを待って、沸きましたね。熱すぎましたね。熱すぎました。ザ・ロケみたいな感じになるのが嫌で、はい、さあ始まりましたとかいうのがもう恥ずかしくって、はい、淡々と作って後からナレーション入れたら恥ずかしくないから、はいはい、まあもうやりたいようにやるっていうのをポリシーにやってますけど、回らんかっても全然誰に文句言われることもないし、まあそういう意味では楽やし、楽しい、楽しいだけというか、はい、もうキャンプしてるのも楽しくて、撮るのも楽しくて、編集も楽しい。そうなのよ。こんなええ趣味ないなと思って。ちょっと声は小さいんですけど。声ちっちゃい。だからもうほんまこういう、ほんまキャンプとか来るともうテンションがもうめちゃくちゃ落ち着いてもうてるから、もう自然と降ってんやろな多分。そろそろご飯作ろうかと思うんですけど、今日はもうかなり簡単にあのお肉焼いて、あとカレーを作ろうかと。一応こっちにだいたい調理系のものが全部入ってるんですけど、この辺全部自分で作ってるんですけど、自分のブランドがあって、これもうちが作ってるやつなんですけど、包丁が収納できる、ここマグネットで立てて作るんですよ。まあ、この包丁もうちが作ってるんですけど、で徳井さんのアイディアで商品作ってるってこと。そうですそうです。なんか自分で使って使いやすいものが欲しいなと思って、もう作ってしまおうということで。あとなんか物を作ったりするのもなんか結構好きやから、なんかいろいろこう工場とやり取りしたりとか、
もうご自分でやられてるんですか？全部やってる。工場探しから全部やってる。なんかこの包丁作るのもなんか岐阜の関市っていう刃物の町で作ってるんですけど、刃物屋さんまで行ってデザインとかこういう風にしましょうとかいろいろ切れ味とかどうしましょうみたいなのをいろいろ打ち合わせして、で発注かけて作るっていう。完全に業者よ、ほんまに完全に業者。そうなんですよ。うわーとか言わないで。一人やからね。一人でうわーとか言ってたらおかしいでしょ。いや心の中ではめちゃくちゃ思ってんのよ、うわめちゃくちゃうまそうって思ってんねんけど、この瞬間の喜びね。じゃあちょっといただきますね。この自分でやっててなんか食ったりとかして回ってへんかった時がめちゃくちゃ虚しいんですよね。誰か打ったらうわ回ってへんかったとか言えるけど、一人やからっていう、舌打ちしてもう一回やるっていうね。感想いただいてもいいですか？めちゃくちゃうまい。ほんまもう結局ただ肉焼いただけのが一番うまい。これやってると、まあ、それこそ東京港区とかでなんかまあ高い料理屋さんとかもいいけど、別にこんなんさそんなお金かからへんし、ちょっとこっちの方がええなってやっぱりなんか価値観が変わるというか、全く無趣味な人やったんですよ。だからほんま、なんかもうほんまに仕事が趣味みたいな感じやって、それが今やこんな趣味に囲まれて、年齢なんかな、まあ、年齢もあるかもね。なんかカレーを、一応うちのカレー自分が作ってるカレーです。家では料理とかされるんですか？家で自炊めっちゃしますね。今日はもうキノコ、タケのキノコカレーにします。こういうのちゃんと美味しく取っとかんと、美味しそうに。美味しそうでしょ。完成です。いただきます。深いんですよ。すんごい熟成されたような味なんですよこれ。めっちゃ汗かいてますね。そう、俺飯食うと顔だけ汗かくんよ。だからこのカレーがすごい辛いわけじゃなくて、基本飯食ったら顔に、この顔のセンターに汗かくっていう、そういう体質。マジでうまい、ほんまに幸せですよ。キャンプで肉焼いてカレー食うってもこれね最高の趣味なんですよ。しかもこの趣味ジジイになってもできるっていうね。と寂しそうな感じかなと思ったらあまりに楽しそうすぎて寂しそうな感じを小バカにしようと思ってきたんやろどうせ。残念でしたな。楽しいですよ。ちょっと思ってたのと違いました。あ、見た？チャンネル登録お願いします。